部長は頭をゴリにしていきます。よろしくお願いします。
けたよね。うん。あとヤシの木もやろう。場所移動。OK。いいんだね。いい。よし。じゃーん、できました。かっこいいな。かっこいいな。いいな、おい。今回特別版として。ヒゲとのお土産のカットもちょっとお願いします。ヒゲとのお土産が長すぎると磨いて、そのちゃんとっていうところ、その順番、優先順位が心、技、体と思うんだけど、俺の場合も体、技、心だから、体、例えば明日何かあるとしたら、俺はちゃんと明日それができる体を、コンディションをちゃんと整えておかなきゃいけないし、プロのパフォーマー、プロも本当にプロだから、応援団だから、そこに関してそれをもう整えておくことも俺の仕事。体、技、技、どうやったら人が盛り上がる、どうやったらみんなが拳を上げてくれる、どうやったらみんなが声出してくれるっていうのの、もうプロフェッショナルなんで、こうなっちゃうと、もうその技っていうものは研究開発に余念がない。正直、人が自分が何か働きかけたことによってどうなるかっていうのを、もういろんなところで試してるし、だから子供と遊ぶし、子供とかいたら俺話しかけたりとか、犬とかでも試してるんだけど、犬とかもとかやると、こっち、あ、こうやってやるとこっち向くんだとか、いつも実験してるし、子供とかも、なんか子供が喜んでくれるってことは、純粋に結構子供とかってやっぱ一番盛り上げるの難しいなって思ってる。まあ着ぐるみ着たマスコットで出てくる以外の方法で、この素のね、人間の体で出てて子供がこっち見て話聞くとかって結構難しいんですよ、一番で。そこでやっぱできるってことは、まあそこから調整していけば大丈夫だなとか思ったりとか、もういろんな、もうヤンキーの学校の修学旅行のなんか盛り上げなきゃいけない時とか、いろんなことがあったけど、もう技を、俺の場合一番最後に芯が来てるじゃん。なんでかって言ったら、もう心は当たり前じゃん。そうね。